一人暮らしの年末掃除をご紹介します。場所ごとに洗剤変えるのって面倒ですよね。そんな人におすすめなのがホームリセット。これ一本で部屋中掃除できちゃうんです。例えばドアのサッシ汚れ、1年間ほったらかしにした泥汚れも軽くスポンジでこすれば綺麗になる。他にも床の汚れに使えて二度拭きがいらないのが楽なんだよね。キッチン汚っ。洗面所の床も結構汚れてるから忘れずにね。お次はドアノブ。トイレとか玄関のドアノブって汚れた手で触ることが多いからやっておこう。実はホームリセットは冷蔵庫とか電子レンジの家電にも使えるんです。油汚れなんかもしっかり落としてくれるから最高。他にもこんな場所に使えるので保存してみてね。今日はバズってる掃除方法の本音をご紹介します。まずは換気扇のフィルター問題。ぶっちゃけ言うとフィルターはいらないです。フィルターないと1ヶ月でこれぐらいホコリ溜まるんだけど、シャワーで流せば簡単に綺麗になる。買いに行く時間がもったいない。次は SNS でバズってた排水口にかけるだけのやつ。これをかければ綺麗になるよって言われてるけど、実際は全然綺麗にならない。こんな感じね。それよりもキッチンアンハイターかけて30分ぐらい置いとくだけでマジで綺麗になる。最後は加湿器の掃除問題。水道水のカルキで白く汚れてしまうんだけど、40度ぐらいのお湯を溜めてクエン酸を大さじ1杯入れて1時間つけ置きするだけでガチで綺麗になった。これはびっくり。前回好評だったバズってる掃除方法の本音をご紹介していきます。まずは鏡の鱗取り問題。クエン酸にラップで取れるほどやわな汚れじゃないのよ。そんな人はゴム手の上に軍手を履いて鏡用のウルトラハードクリーナーでゴシゴシしてほしい。軍手にしっかり洗剤を染み込ませれば綺麗になるのでやってみて。次はキッチンハイターでトイレを掃除する方法。故障の原因になるから基本 NG みたい。同じつけ置きならドメストの方が優秀だから今すぐ乗り換えよう。最後はお風呂の石鹸カス問題。一時期めちゃくちゃ流行ってたウルトラハードクリーナーだけど、つけ置きだけで綺麗にはならない。ダイソーの鉢底ネットと合わせて軽くこすれば頑固な赤が削り取れるし傷もつきにくい。2022年に学んでよかった掃除術。8位はフライパンの焦げ取り。重曹と食器用洗剤を7対3の割合で混ぜてペーストを作る。そのペーストを焦げがひどいところに塗って2時間ぐらい放置。あとはダイソーの焦げ取りスポンジでこすり洗いすれば新品同様になる。7位は G 対策のプロプラス。これのおかげで東京来てからマジで1回も G を見てない。うわ、なんか謎のスプレーかかった。冷た。やば。うわ、苦しい。6位は東工業のブラッシングスポンジ。このブラシは洗剤いらずでこするだけで綺麗になるから、玄関とかベランダとか水が大量に使えないところで大活躍。5位は床に粘着跡をつけてしまった時。ハンドクリームを手に取って汚れにくるくるくるってやれば粘着力が弱まって汚れも落ちるし、指先も保湿されるから一石二鳥。2022年学んでよかった掃除術4位から1位。4位は洗濯機のホース掃除。ホースを固定してキッチンハイターを2杯ぐらい入れた後、溢れない程度に水をホースに注ぐ。30分つけ置きするんだけど、しっかり固定しないとヘドルぶちまけることになる。第3位は鏡にシールの跡をつけてしまった時。シール跡はドライヤーで温めれば取れるよとか言ってたんだけど、食器用洗剤を使ってやり方の方が早いし綺麗に取れるから、この方法は覚えておいて損はないと思う。第2位は加湿器の軽き汚れ。この時期大活躍する加湿器だけど、つけっぱなしにしておくと、雪降ったってぐらい真っ白になるからクエン酸で掃除しておこう。第1位はパイプ洗浄の PP スルー。インスタで流行ってるいろんなやり方を試してきたんだけど、そんなに効果を感じないから、これを使ってみたら、水の流れる速度も匂いも段違いだった。それではご覧ください。PP スルーの破壊力を。